そうですね、皆さんと一緒に稽古を1ヶ月半ぐらいでしょうかね、重ねてきて、ようやく初日を無事に迎えられるっていうのは本当に嬉しいことですね。しかもやっぱりこういう時期なので、そういった意味でも迎えられるということと、お客さんが来てくださるということはすごく感謝でいっぱいです。キリアさんはもう大阪の方なんもうね、まんまや、大阪のそのまんまのノリが出てるんですよ。だからね、役と全然印象違くて、そのギャップがすごく好きです。松下くんはなんか秘めてそうな感じがする。秘めてる。本当ですか？でもね、淡々とこうしっかりと こなしていくというか、こう自分の中で作り上げていくなっていうイメージがありますね。寺西くんは僕の差し入れのお団子を気に入ってくれたみたいです美味しかったです、はい、でもなんかあんこ苦手なんだよね。はい、もともとでも僕あんこを勧めちゃって申し訳なかったなって思いいっぱいです。一番美味しいあんこでした、ね、人生ででも自分の引き出しを毎回毎回そのシーンやるごとにどん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 出していって、あ、すごい面白いなと思って見てました。長野さんは本当になんてこう温かい空気が、オーラが常にをまとってらっしゃるっていう感じで、なんかすごく安心するんです、隣にさせていただくと。で、アルバートに対してはこうちょっとローズはイラ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 してますけど、大信頼というか、ゆったりと温かな空気に包まれながらいさせていただいております。ありがとうございます。もうやっぱり僕の世代から言うと、おもろ世代の方なので、もう小さい頃から見てた方なので、なんかその方を今このマネージャーとしての関係性が芝居といえどなんか変な感じはすごいしてて、ただ本当に先ほども、ね、おっしゃってたように、本当に席とかも近いところにいらっしゃるんですけど、稽古場も本当にもう穏やかな温かい空気をまとってるので、まあ、コンラッドとしても、まあ、この穏やかなこの優しい雰囲気に負けたあかんなと思ってそのコンラッドとしてやっぱ芝居としてはやっぱね突っ込んでいかないといけない部分はあるので、なんそういう印象ですね。いまだになんかたまに顔見合わせて芝居するときにちょっと変な気持ちになるときはいや、もう長野くんはやっぱり大先輩なので、緊張すごい本当にしてたんですけど、でも本当にこの雰囲気のまま稽古場でもいてくださって、なんかこうやっぱり主演の方の雰囲気が稽古場の雰囲気とか作品の雰囲気になったりするので、本当にこう平和な方だなっていうすごく印象があって、僕はまだジャニーズ入る前 そのテレビで V6 さを見てた時 の推しメンは長野くんでしたっていうのを一応お伝えして、はい、そんな方と共演できてすごく嬉しいです。聞きました。サービストークじゃないって質問もしましたけどそうじゃなかったみたいです。本当です、本当です。大阪は僕はまあ、レギュラーで番組も10年ぐらいやらせていただいているので、そこの情報もありも、なんかもちろん食もそうですし、街がやっぱり、まあ、ツアーだったりもちろん舞台も、まあ、一番行くのが大阪なので、そういった意味でもちょっと街を、ね、地元の方ほどじゃないですけどもやっぱり分かるので、なんとなく散りかまるので、そういった意味でなんか第二の故郷じゃないですか、楽しみですね、行くの。どうですか、地元の方。いや、そんな風に言っていただいて、すごいうちの地元を褒めていただいてるみたいですごい嬉しいです、はいはい、私はもう大阪で立つピロティホールは小さい頃からバレエの発表会やらで使わせていただいてたので、もうだから、あ、こんなところに演劇でミュージカルで戻ってこれるのが、もうだから 何十年も怖い、30年以上前の話ですけれども、立たせていただいた劇場ですごく嬉しいです。もうそうですね、入って30年以上になってジャニーさんを見て社長を育てていただいて、それを見てたんで、その社長とは全く違う感じですね、はい、でも裏方とは言わないですけど、そういう役とかもたくさんやってきてましたし、もちろん僕もマネージャーさんがついてくださってるので、そういう姿も見ながらそれをこ うまくこう役に入れたり入れなかったりしてうまく練って作ってみてみました、はい。バイバイバーディ、日本初公演でございます、とても素敵でたくさん笑える、幸せになれる作品になっていると思います、ぜひ劇場に足をお運びください。お待ちしております。